桜塚古墳群は、豊中大地の中央、標高約20から25メートルの低位段球上に立地する古墳群。大阪府豊中市の中央部、阪急宝塚線丘町駅を中心に、東西1.2キロメートル、南北1キロメートルの範囲に分布する。1956年5月に古墳群中5基の古墳が国の史跡に指定された。 桜塚古墳群分布図国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成古墳時代前期後半及び中期末から後期初頭にかけての二時期にわたって形成されたと言われるこの古墳群については1874年1879年1881年に大規模な調査があり1日3社6分 全図、36分所在相図、諸分略図面書状などの絵図が編集、保存されている。昭和10年代に実施された土地区画整理事業により、狐塚古墳、北天平塚古墳、南天平塚古墳などの発掘調査が進み、北節最大の中期古墳群として周知されるようになった。絵図の36期に、 近年の調査によって発見された桜塚第37号墳から第44号墳までの発揮を加えた合計44機の古墳が確認されたが、宅地開発に伴い39機は破壊され、現存するものは、の5機のみとなっている。桜塚古墳群は大まかに次の4群に区分される。この古墳群における、得意な状況は、東軍の各古墳で、 棺の実と蓋を止めるのに、かすがえが使用されていたことである。また、出土遺物として、目を引くものは、広人塚古墳の近藤性法王分、塚絞り体金具や、無名墳の細線式重体鏡などが挙げられる。大石塚古墳は、桜塚古墳群中の西端に位置し、南面する前方公園墳である。北側に位置する小石塚古墳と南北方向に、 ほぼ主軸を揃えるなど、計画的に築造されたことが伺われる。小石塚古墳とともに、1979年連の史跡整備企業に伴って、墳丘、規模などの確認調査が実施された。三段築成、全長80メートル以上、公園部計約48メートルで、桜塚古墳群で最も大きな古墳。墳丘には、河原石が吹石として、 各テラス面には、玉砂利がそれぞれ敷き詰められており、石塚の名の由来となったと言われる。かつて、墳丘の平坦面には、円筒形埴輪と、朝顔形埴輪が、おのおの三体一組で配されていた。調査発掘後、それらは、豊中市立伝統芸能館に展示されている。この古墳は、古くから、原田神社の所領に属し、小石塚古墳を含め、 五花町駅西側周辺の旧地名は広く、五倉一花粉と呼ばれ10基近くの古墳が存在していた。五倉一花の北西に位置していた暗い花粉の旧地名から石塚の名の由来となったとも言われる。市内ではいち早く1956年に国の史跡に指定された。出土した葉輪類から、古墳時代前期後半に築造された古墳とみられ、 桜塚古墳群出現時期を位置づける古墳として重要である。また、4世紀中央以降の政権中枢部や周辺地域との関係を推察する上においても貴重な資料を提供している古墳である。小石塚古墳症、石塚古墳は、大石塚古墳の北側に位置し南面する前方公園墳である。大石塚古墳との間には、浅い八方が入り込むが、 主軸はほぼ揃えられている。1979年の史跡整備事業に伴って、紛糾、規模などの確認調査が実施された。その結果、全長49メートル、公園部二段築生、前方部は一大構成と考えられ、大石塚か古墳同様に東側のみに就航を有する。吹石は用いないが、埴輪は使用している。埴輪には、 つぼ形、朝顔形、円筒形型などが認められているが、紛糾の損壊が激しいため、すべて有利しており、位置と配置は不明である。公園部紛丁には主軸に沿って埋葬施設が確認されている。棺は形状から先竹形木管で北遠いで埋葬されていたと想定できる。棺は紅白色の良質の粘土で包まれ、周囲には 赤膏褐色のされキドが充填され、下部には砂利が敷かれていた。大塚古墳大塚古墳は桜塚古墳群の東群を代表する古墳である。昭和10年代に周辺一帯に施された土地区画整理事業により北と西の裾部を一部削除された。昭和50年代に入り、墳長部より服装異物の露出を見るようになり、1983年に、 緊急性を重んじ発掘調査が実施された。高さ約18メートルの三段畜成の円墳であり、幅12内市13メートルの集合を含めると、直径約80メートルに達する。造成は5世紀初め頃と見られている。墳長部には南北方向に主軸を取る並列された三体の主体部が存在した。 主体部は大きく分けて、東角と西角と呼ばれているが、東角は拳台の石で棺の両端を取り巻くように充填させる得意な構造であるが、そのほとんどがすでに流出していた。西角は洞窟によりすでに大きく損壊していたが、長さ7.1メートルにも達する長大な先竹形木管が2つ、南北に並べられていたという。 東角木館内部からは、鏡、鉄製甲冑、鉄製剣、盾などの副葬品が出土し、調査発掘後、これらは国の重要文化財考古資料に指定され、豊中市教育委員会に保管されている。1990年に史跡公園として整備された。五ししか古墳五ししか古墳は南面する前方公園墳で、 大塚古墳の50メートル南に位置し、桜塚古墳群東群を代表する古墳の一つで、大塚古墳に次ぐ規模を有する。この古墳も、昭和10年代の土地区画整理事業で、公園部東側の一部は削除されたものの幸運なことに大部分は保存された。その後、隣接する南、桜塚小学校における、 体育館とプールの建設に伴って、公園部西川の一部と前方部集合部が破壊された。自然崩壊も激しかったので、1985年と1990年に、史跡整備事業とともに発掘調査が実施された。集合を含めた全長は70メートルである。噴球は二段築成で二段目斜面のみ吹き石を施すという得意な外観を呈する。 円筒形刃庭が密に樹立しており、中には末室のものも含まれる。継承刃庭辺が数多く出土しており、種類は地、蓋、うつぼ、盾、動物などが存在し、初期末期の高月辺も出土している。公園部分庁では主体部が上下で直行する2体検出されている。第一主体部では、病と目実導入器の試行製品と思われる。 三角板病流炭鉱や小ザネ病流、昇格付け兜など、歴史的に貴重な異物なか、農耕具や、バグ類、漆塗り革製だけが良好な状態で出土するほか、マガタマなどの玉類も約400点出土した。第2種タイでは、甲冑と首。健康の付属物を伴う一組、太刀一口、槍三口、ホコ四口、鉄属184本、カスガイ。 盾などが出土した。五市静河古墳から出土した鉄製武器、ブグ類は大陸系技術導入器の様相を如実に表している貴重な資料である。また、川西盾の全貌が明らかにされた、稀有な例で取り上げ保存された唯一のものである。これらの資料は五世紀を考える上で欠かすことのできない一級資料である。 南天平塚古墳南天平塚古墳は昭和10年代の土地区画整理事業に伴う道路計画によってその4分の3が破壊されることとなったため1937年に発掘調査が実施されたその結果沿途派に割れ列を伴う2段築生直径約20メートル高さ5.5メートルの円墳であることが明らかになった南東部では 円筒埴輪列で囲まれた突出部が検出され、方形区画の作り出しが不設していることも判明した。4分の3が道路によって破壊された後、1991年に残った4分の1の部分を対象に豊中市教育委員会が再調査を実施した。その結果、1段目のテラスの埴輪列の上に幅7から8メートルの集合を有することが明らかになった。そして、 噴長の下2.5メートルから2個の先竹形木管が発見された。それと共に、縫製六十橋、鉄刀、鉄剣、炭鉱、昇格付け兜が服装され、棺蓋の上には川立てを乗せた形跡が認められた。また、木管の両端外側には蔵、あぶみ、靴は、行用などのバグ一具を置き、北側外側には、鉄槍一筋を横たえ、赤、 黒とりどりに彩られた弓かず針を添えてあった。槍は木質部が普及していたにもかかわらず、殻の表面の糸巻きが漆で固められた皮膜となって依存していたため、槍先から石突きまで3.3メートルに及ぶ前景を確認できた。原田神社沿いの桜塚碑には桜塚古墳がこの場所にあったと書かれている。この桜塚古墳が 地名の由来になったと言われているが、一方で隣接する邦人塚古墳が本来の桜塚であったとする見方もある。邦人塚古墳は直径約30メートルの円墳と見られ、頂上には祠らが祀られていた。1922年頃、墳球を破壊する最中に、頂上から巨大な桜の根が発見された。現在はスーパーの室内駐輪場となっている。 ありがとうございます。